everyone! Thank you for watching our YouTube チャンネル。始まりました。ベティチャンネル、ベティロードの渡辺です。コバです。よろしくお願いいたします。本日は、はい、ベティロードで販売しております、はい、エルメスのバーキンのご紹介なんですけれども、はい、エルメスのバッグといえば素材のバリエーションはもちろんなんですけれども、はい、多種多様なカラーの多さ、そこも最大の魅力ですよね。はい、その日のコーデや季節によってで、はい、カラーを楽しむなんて憧れますよね。憧れますよね。本日はそれぞれのカラーですとか、はい、あとその名前の由来などを詳しくご紹介していきたいと思います、はい、さらに後半では、はい、ベティロードのお客様や SNS のフォロワーの皆様から寄せられるエルメスバーキンについてのさまざまな疑問や不安、はい、そういった質問にお答えしていこうと思います、はい、それは必見ですね。はい、では一つ一つご紹介していきたいと思います、はい、こちらはバーキン25のローズアザレです、はい、優しいピンクという印象ですね、うん、はい、でもローズアザレとはどういう意味なんですか、はい、フランス語でツツジのお花を意味しております、はい、こちらは2015年の AW 秋冬カラーとして誕生した可愛らしいピンクカラーとなります。エルメスのカラーバリエーションで一つ一つ、はい、カラーの由来ですとか誕生秘話などが全て隠れているので、はい、その辺もエルメスのカラーを選ぶ時の魅力の一つとなりますよね、はい、調べていくのが楽しくなっちゃいますよね。そうなんですね。楽しいですよね。こんな意味があったんだとか、はい、こういう由来だったんだねっていうことを知れば知るほど、はい、うん、私たちも結構楽しい気持ちになりますよね、はい、結構なるほどって思うことが多いです。では次のカラーなんですけれども、はい、こちらはベールクリケット、はい、かわいらしいお色ですよね。かわいいピスタチオみたいな色ですね、はい、ですこちらはですね、はい、一応バッタ由来とは言われてるんですけれども、バッタ、うん、はい、2020年の春夏の SS 新色カラーとなります、はい、結構最近こういったあの優しいニュアンスのカラーが新色として出てきておりますけれども、はい、ベールクリケット、ちょっとかわいらしい色で素敵ですよね、はい、素敵ですね。優しい色味多いですね、はいはい、そしてなんといってもこちらのエトゥープ、はい、エルメスのバーキンといえば、はい、エトゥープかブラックノアールカラーなんですけれども、はい、エトゥープの由来って実は麻の葉の茎、はいはい、麻の繊維を名の由来としているようですけれども、はい、やっぱりなんといってもコーディネートがしやすいカラーですので、うん、まあ、本当に人気が一番高いベティロードのお客様からも一番支持の高いカラーとなっております、はい、30cm、 そちらのカラーがアネモネのカラー。アネモネはその名の通りお花からのインスピレーションを得たカラーとなります、はい、結構女性の方ですとピンクより少し深みのある、はい、どちらかというとパープルの、ね、はい、色も入ってる感じですので、まあ、非常に落ち着いたカラーでおすすめのバーキンです。こちらのカラーはブーゲンビリア。ブーゲンビリア、はい、あのお花のブーゲンビリアですか。そうですね、はい、こちらも2010年の春夏に発表された情熱と魅力の花言葉を持つと言われております、うん、はい、ブーゲンビリアからカラーのネーミングが付けられております、うん、夏にふさわしいカラーですね。ふさわしいですよね。クリスマスシーズンでも赤レッド系を探す方が非常に、はい、あの多いので、はい、エルメスのアイコンバッグとしてこういった赤いカラーなんかを、ね、はい、差し色で持ってくるとまた素敵ですよね、うん、いいですね、はい、それからあのこちらはキャラメルカラーなんですけれども、はい、トレンチ同様ですね、はい、ベージュブラウン系のカラーってとっても人気ですよね、うん、はい、合わせやすいですからね、はい、でなんと小葉さん、はい、こちらはですねベルソーという仕様になっておりまして、はい、ちょっと中を開けてみてもらえますか。はい、はい、カラフル。そうなんです、部長さて見てください、表面から見えるこの落ち着いた色味と相まってこの中の色なんですか、すごい素敵、この見た瞬間のわーっていう驚き、結構大きいですよね、はいはい、すごくいい色です、はい、そうなんです。あの正面はそのキャラメルカラーですけれども、はい、内側はこのライムベージュ、はい、イエローっぽい、ね、はい、カラー の、 あのバイカラーとなっておりますので、はい、やっぱりバーキンといえばこう開けてトートバッグとしてご使用になる方が多いので、はい、ちょっとおしゃれ度が高いバーキンになりますよ ね、 おしゃれですね、はい、買うのワクワクしちゃいますね。ワクワクしちゃいます。それからですね、はい、おばさん、こちらのエトゥープは、はい、通常のエトゥープのタイプとちょっと違うんです、はい、どこが違うんですか。通常のバーキンとどこが違うかというと、はい、パーソナルオーダーのバーキンとなります。そんなこともできるんですか。そうなんです。
のホールマークの部分ですね、はい、コース州のマークが入るんですけれども、うん、実はこのマークの入ったモデルというのはですね、はい、エルメスの中でも選び抜かれたお客様だけが特別にご自身 の、 その好きなカラーですとか素材ですとか、はい、そういったところをこうアレンジしてオーダーできる、うん、世界中に1点だけのオーダーをかけることができる仕様のモデルにこのホールマークが入っております、じゃあもうオンリーワンっていうことですよね。そうですね。なので、あの通常のエトゥープのバーキンよりも、はい、ちょっとこうワンランク上の、うん、はい、パーソナルオーダーのお品物となりますので、はい、この辺はもう一点もののワンショットモデルとなります、うん、はい、特別感がありますね、はい。エルメスのブラックカラー、はい、エルメスだとノワールと表現しておりますね。はい、ノワールって漆黒っていう意味もありますよ ね、 すね。定番の黒ですけれども、はい、エルメス流に表現すると、はい、とても深みのある素敵なカラーとなります、ね、はい、素敵になりますね、はい。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。